む、これはごく健康的な植物の葉のように見えるね。どうも、視聴者さん、八つ切り八つ目です。これはワルナスビっていうナス科の雑草の花よ。今日はこの1枚の葉に寄生している微小なダニを見ていくよ。これだけ拡大してようやく画面の中央で何かが動いているのがわかるね。これは茶のホコリダニ。農業や園芸の関係者からは恐れられているダニだよ。大きさは 0.2 ミリから 0.3 ミリぐらいで、肉眼で見つけるのはほぼ不可能に近いよ。このダニを撮影するために今回は新たな装備を用意したよ。望遠レンズのフィルター部分に顕微鏡用の対物レンズを装着だ。対物レンズをたくさん買えば好きなだけ高倍率を追求できるよ。やったね。まずは5倍対物レンズで見てみよう。おおおおおお、マクロレンズ以上に明るく鮮明に見えるのが対物レンズのいいところだよ。たまらねえぜ。そしてこの走り回っているのは茶のホコリダニのメスだよ。小さい体にこの運動能力、撮影は困難を極めるよ。でもこの光沢のある緑色の胴体はまるで宝石みたいで、見れば見るほど好きになるダニだと思うよ。ちなみにホコリダニ科の他の種はもっと白っぽい色をしているよ。次はオスの様子を見てみよう。これは旧式のメスの幼虫をオスが持ち上げている様子だよ。下側にいる小さいのがオスで、真っ白なサナギのような姿をしているのがメスだよ。茶のホコリダニのオスは胴体の尻側と後ろ足でメスの旧式の幼虫を持ち上げて運ぶよ。そしてメスが脱皮するのを待って交尾するよ。メスの姿と違ってオスの茶のホコリダニは平べったい姿をしているね。本当は尻側が突起状に盛り上がっているんだけど、この角度と倍率では分かりにくいね。オスの後ろ足はメスを持ち上げること以外にはめったに使われていなくて、普段は6本の足を使って歩き回るよ。今はゆっくり歩いているけど、フラッシュ撮影とかで驚かせるとさっきのメスたちと同じぐらいのスピードでメスを背負ったまま走り出すことがあるよ。今度は交尾中の茶のホコリダニな。脱皮したばっかりのメスはまだ幼虫の頃と同じで白っぽい色をしているね。ハダニ科と違ってホコリダニはこんな風に尻と尻を向き合わせる体勢で交尾をするよ。なかなか見られない光景だし、すぐ終わっちゃうから最後まで見届けることにしよう。交尾が始まる瞬間はなかなか撮影できないんだけど、もし撮影できたら別の機会に報告するね。あ、今オスが離れる瞬間、生殖器が引っ込んでいく様子が見えたね。次は幼虫な。この白っぽいのが幼虫だよ。旧式に差し掛かったところかな。ホコリダニの幼虫は卵から帰ってから幼虫のまま大きくなって、成虫と同じぐらいの大きさに成長するよ。他のダニのような若虫の段階は存在しないよ。こんな感じでかなりライフサイクルを短縮したような生態をしているから、条件さえ揃えば1週間程度で世代交代するのがホコリダニの特徴な。それゆえに爆発的に増えて植物にダメージを与えることがあるよ。今映ってるのは茶のホコリダニの卵な。卵の表面に吸盤のようにも見える構造が並んでいるのがわかるね。この写真は深度合成という技術で撮影してるよ。さて最後は10倍の対物レンズでメスの成虫を見てみよう。この倍率になるとピントの合う範囲が狭すぎて、体全体にピントを合わせることはできないね。よく見てほしいのはメスの後ろ足だよ。ホコリダニ科のメスは後ろ足が糸状に変化しているのが最大の特徴な。嫌われることの多い茶のホコリダニだけど、この動画を通して美しく可愛らしい側面を感じ取ってもらえたかな。それでは今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。